君の青井熊さんです。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。こちらこそ。今日はですね、相談相手っていうタイトルなんですけど、実は私が作らせていただいたこの小冊子の中で、相談相手は丸1と丸2って2回に分かれてるんですよ。あ、なるほど。はい、今日はその丸1の方、まずちょっと読みたいと思います。幸運と金運がやってくる青井熊さんの金運の玉手箱。玉手箱その14、相談相手丸1、4つの課。熊さんが何かをするときに相談する相手があるそうです。相談相手は4人もいます。しかも全員頭文字は課。ユニークなこの相談相手たちとは一体どんな人たちでしょう。一人目の頭文字かの人は神様。熊さんにとっての神様は宇宙の純粋エネルギーだそうです。あらゆる角度からの視点で思考し、精度を高めるための相談相手です。二人目の頭文字かの人は体。頭で考えたことを実行担当である体に相談します。3人目の頭文字かの人は金。分相応となるようにチェックします。お金がない分知恵を出して推進します。4人目の頭文字かの人は過去。あなたにとっての過去は最大の友であり教師でもあるとクマさんは言います。大抵の人間は同じようなことを繰り返していることが多いので、過去の出来事、物の考え方を見直すことはとても大切な相談相手です。何かに困った時や始める時に頭文字がかのこの4人の相談相手にきちんと相談すれば、きっとその時にぴったりな解決方法が見つかりそうです。というふうにちょっと文章を書かせていただいたんですけど、はいはい、クマさん、相談相手大事ですよね。そうですね。はい、はい、クマさんはこの4人のか、うん、はい、ずいぶん前からこのかの方たちとのご相談始められてたんですか。いや、とんでもない。それが相談されてたら窓際社員にもならないし、もうちょっと別の人生を歩んでいたかも。はい、なるほど。でもクマさんは、まあ、ご自身がおっしゃるように過去にいろんな失敗談が、はい、あるじゃないですか、はいはい、でも失敗があるからこそそれを良くしようと思い、その良くしていこうと思う中から、あ、こういう方たちに相談すればいいんだなっていうことが思いつくわけじゃないですか。そうですね。はい、なので我々はこのお話をクマさんから伺えるということは、クマさんの過去の数々の失敗に感謝ですよね本当に、はい、一番大事なのはその人にとって、はい、一番役に立つことなんですね、はい、そりゃそうです ね、 ね、うん、だから一番大事なのは自分にとって一番何が役に立つかという、それがはい、ポイントなんですよ。確かに。それ今クマさんは2度おっしゃってくださいましたけど、私たちってつい外側に答えを求めがちじゃないですか。おっしゃる通りですね、はい、そしてまあ、今4人って普通の人じゃないですよね。そうですね。でも普通の人に相談してしまう。そうです。要するに諸先輩方とか。そうです。実績が終わりの方とか。そうですね。でもちろんそういう方たちに相談することがいけないということではないと思うんですが、実は本当に自分の手本になるのは今読み上げた中の4人目ですかね。そうですね。自分の過去、うん、だからその人にとって何が役に立つか、はい、それはこのステージで、はい、学ばせてもらってるわけです、だからその人でなければできない失敗とか、その人でなければできない成功とかというのは、はい、その人流が一番、まあ、早い話が消化し身についてることなんです。はい、人から教えて、立派な先生からとかね、立派な文書から学んだは、はい、それはその方の
役に立ってるだけで、はい、自分にとってはやっぱりそれは直輸入鵜呑みは消化不良を起こしちゃうんですよ。なるほど、消化不良って言葉がぴったりかもしれないですね、はい、だから役に立たないわけではないんだけども、はい、参考事例なんですよね。そうです、参考にして、うん、自分なりに参考にして、まあ、噛み砕いて、あるいはもう塊だったら扱い不能で、はい、あの食べないと、あるいは食べるにしても噛み砕いて、はい、という部分なんですね。うん、ここなかなか普段の日頃の、まあ、いろんな問題解決に速攻役立てようと思うとそれが習慣になってないので、ついやっぱり本を読んで参考にしちゃったりとか、そう人に聞いて何とかしてもらおうと思ったりとかしちゃうじゃないですか。そうなんですね、だから過去ほど最高の教師はいないんです。だから自分の過去を最大のトレーニングゾーンと考えてですね、はい、いろんな失敗、いろんなこと、はい、それはすべて自分にとって大事な体験なんですよ、うん、その体験を、はい、あのプラスに捉えてね、はい、ああいう修行し、ああいう体験させてもらったから、これからはそれを糧にですね、まあ、もうちょっと上手にやろうとか、はい、あの自分流にワンステップアップにですね、はい、役立てたらいいんですよ。そうですね、それこそ身につくんです。あ、で本当よくあの宿題になっているテーマってそれぞれの人間にあるって言うじゃないですか。で宿題をついやりたくないから棚の上に上げて見ないようにしておくってこともありがちなんですけど、必ず同じ問題来ますでしょ。そうですね、はい、なのでどこかではやっつけないと、そうです、宿題は永遠に、まあ、タイミングを見ちゃやってくる、うん、そして過去に失敗してるからこそやってきてるわけだから、なぜ失敗したんだろう、過去は。過去にやらかしちゃったことを棚下ろしする必要があるということですね。そうですね、それで、うん、あのまあ、何回も繰り返しということが、まあ、習慣づいちゃうんですが、はい、その1回で、まあ、クリアする人もいれば、10回とか30回ぐらいやらないとクリアしないと、はい、こういうことだと思うんですね。そうですね、だからやっぱりその、1回目でやっぱりこう上手に、こう過去と向き合って、じゃあ次はどうしたらいいかというふうにしないと、軽くごめんなさいってあの受け流していくと同じあの失敗を何十回何百回やるという形ですね。本当にそうですよね、はいはいはい、私も似たようなことを何回も何回も何回もやってます、はい、でもおかげさまでですね、クマさんからいろんなアドバイスを頂戴しているのと、あとやっぱりこの番組に来てくださる方たちからのアドバイスで、まあ、結局問題の根っこは自分だよと、どこまで行っても問題を起こしているのは自分だと、でそこを見直さない限りまた来るよっていうところを教えていただいているので、もうすごく嫌なんですけどね、自分と向き合うの一番嫌かもしれないけど、たった今も向き合っております、自分自身と。でなんとかちょっと問題クリアしたいなと思ってるんですけども。そうですね、だからその時にね、はい、時間を味方につけたらいいですよ。時間を味方に。え、どういうふうな味方につけるんですか。いや、だから今解決しなくたって、私のように50、60、70になってくると、はい、じわっと分かってきますから。あ、そういう気の長いお話ですね。そうそうか、じゃあそれまでにまた何回か同じことを繰り返すかもしれないですね。いやいや、それでいいんです。もう繰り返してもそれは、はい、あの失敗して嫌だじゃなくて、それは自分流に、はい、自分流ですから、はい、だからさっき言った10回50回、はい、その人それでいいんです そ, それを認めてあげないと。あ、そこ、自分を認めてあげないとダメ、うん、それだ。今の私のテーマの一個がまずそれなんですよ。結局いろいろと解決したいと思って努力をするんです、うん、私なりにね、はいはい、で実らないじゃないですか。失敗するんですよまた、はいはい、でその失敗した自分を責めちゃうんですよ。責めたらね、うん、そこがまた難しくて、そこも課題なんですそうです、だから一番自分は、はい、自分しか味方ないんですよ本当はね、最後のところはね。そうです、だから自分を味方に、うん、まさにつけないとね、最後の決着にはならないと。だから神様というのもそこにたどり着くんですから、はい、そのキーワードは素直という言葉にたどり着くんですが、はい、素直になっていかないとなかなかその心境にはなれないです。
どうしても自分にも他人にも嘘言っちゃうし、はい、汚染された考えで素直になれないんです。なかなかこの言葉は。いや、でもその素直っていうのも言葉で言うと簡単ですけど、これも何段階かあるじゃないですか。表面上の素直は比較的クリアしやすいと思うんですけど、もう奥の奥の奥の方に入ってくると、本当は実際何が素直なのっていうところとかでも堂々巡り始めるんですよ。有名な松下創業者の松下幸之助さんは、はい、1万回素直という言葉を毎日祈り、毎日言葉にし、はい、1万回を達成した時に聞いたそうです、はい、わしはやっと初段になれたと。素直の初段にやっとなれたと言ってました。うわー強烈ですね、はい、要するに素直という課題、自分と本気で向き合って素直になっていくことがどれほど難しいかっていう、はい、一言ですね。そうですね。あれほど偉大と言われている松下幸之助氏であっても、それだけの1万回でやっと初段はい、じゃあ私たち一体何万回唱えたらいいんでしょうねでもまあ人生一回と言いますけども、私は生まれ変わりを信じているので、まあ何回目かでちょっと少し初段とかもう少し先の段になったらいいかな。努力続けていくことですね、まずは。おっしゃる通りです。はい、はい、いやー奥が深いですでもそれだけ相談するということは、単に安易にいろんな方に相談するってことがいいわけではなくって、もっともっと自分と向き合う課題だよってことでもあるわけですね。そうですね。それと大事なことはバランスが崩れないわけです、はい、相談しないとバランス崩しますから。例えば体に相談しないとね、体調崩して、そうですね、はい、お金に相談しないと貧乏になりますねわかりました、はい、じゃあそのあたりもきちっと相談しながら、はい、次の丸2、来月またお話を伺いたいと思います。今日はありがとうございました、はい、こちらこそ。